はい、こんにちは、ビッグボーイです。じゃあ今回もチェルノブライト続きやっていきます。もう一つのパズルの黒いグラス утверждает, что РЛС Дуга – это не только часть антибаллистической загоризонтной системы. Согласно другому нашему источнику по зоне Белоснежки, КГБ интересуется экспериментами по управлению сознанием. Для этого им понадобится очень много энергии и антенна. Большая антенна. あれ、今の会話は前も聞いたっけ？前回の動画の最後で言った通り、ちょっと物資集めをしたんだけど、それ以外にちょっといろんなことが起こっちゃったんで、それをまとめて説明しよう。一回ここ抜けちゃおうか。Ну я же говорю. はい。まず早速だけど、ゲームは3日目まで進行していたはずなのに、なんで2日目になってんのかというと、まあアイテムの方はね、ちょっと一通り補充できて、で、実はあの小鉢だとかにいろいろ探索に行ってたんだけど、そこでとある金庫があって、それに触れようとしたら急にドアが閉まっちゃって、あの毒ガスみたいのを噴射されたと。でそしたら近くにあったテレビが突然電源ついて、そこにタラカンが映ってたんだよね。だからタラカンが「かかったなおめえ」みたいなことを言ってて、でそのまんま死んじゃったと。でまあ死んだことは前にも、ゲーム内で死んだこと前にも一回あったんだけど、そしたらね、突然あの1日目のこのセーフハウスに来る前の場面まで引き戻されて、いわゆるストーリーがループしたのかな。だからひょっとしたらその会話の選択肢で誤ったものを選択した場合、ゲームが途中でループするのかな、ストーリー進行できなくなって。で最初のところに引き戻された上に、あ、でもアイテムは特に減ったりしてるわけではなくて、で、このセーフハウスにやってきて、オリバーと合流したときに、あの、合言葉を言えっていう場面があったと思うんだけど、あの時、イゴールは、その合言葉を覚えていないっていうか、もしくは、オリバーに落ち着けよっていう、二つの選択肢があったんだけど、それにもう一つ、プラスで、あの、合言葉を言うっていう選択肢が突然増えてて、まあでも、合言葉言ったところで、まあ、セーフハウスに入ることは変わりがないんだけど、ストーリーがループすることによって、その、会話で選べる選択肢がちょっと増えたりするのかもしれないっていうことが分かった。そして、今2日目で再会したんだけど、なんでオリバーは部屋にいるんだ？Надо поговорить. Я ухожу. Немедленно.От меня никакого толку здесь. И здесь, и везде. すぐにここ離れた方がいいとか言い始めたが、これは多分、なんだろう、お金を渡して引き止めるか、いや、ここにまだ残ろうって説得させるか、その通りだなって同意するかだけど、真ん中にしてみよう。Но, Оливер, я не уверен, что я без тебя вообще выживу. Даже забавно. Забавно, что ты так думаешь. Потому что я твоя самая большая обуза. Был и буду. あ、会話の要所要所で突然声がなくなるのは多分まだ収録していないからなんだと思う。только этого не будет, Игорь. Я не могу смотреть, как ты каждый день, шаг за шагом, приближаешься к своей гибели. ああ、さよならなの？オリバーがいなくなった。一人になった。一応、あの、なんだろう、食事を十分に与えなくて嫌われちゃったから、あの後ちゃんと食事は、あの、倍の量を与えたんだけど、与えたんだけどな。誰もいない。まあ、しゃあないか。これはループした世界だから、
そうなったのかもよくわからないけど、まあしゃあない。で、資材もぼちぼち集まったから、ちょっと作業場っぽくクラフトしてみて、あ、で電源装置も置いたんで電気が通るようになって、ツールボックスを他にもいろいろ設置してみたんだけど、例えばこれでは武器をクラフトできるんだけど、まあ、入手したことがある武器じゃないとクラフトができない。これでは、まあ、治療キットとかを作れるしょ。で、これは弾を作れるらしい。で、そうそう、前ショットガン持ってなかったんだけど、このショットガン、コパチで手に入れてきたショットガンで、実はこれも金庫に入ってたんだけど、その金庫をね、開けようにもね、その金庫を開けるためのまたツールを持ってないから開けれませんって出たんだけど、まあ早期アクセスゲームにありがちな金庫の横の方からいい具合に視点を合わせることによって中身を取り出せてしまう技を使ったんで、ショットガンを不正に金庫から取り出しました。はい。で、もうオリバーはここにいませんと。ジャーナル、コンパニオン、コンパニオンなしだ。悲しい。じゃあしゃあない。あ、ここをプリピャットポートちゃんと制圧できてないんだけど、まあずっと寄り道しててもあれなんで、あ、なんだろう、コパチはコパチでまた違うクエストになってんね。コンボイ、モスクワの目に行ってみよう。アンヘルシーになってるけど大丈夫かな、イコール。まあ多分大丈夫だ。ああ、アンヘルシーなわけだわ。だって今ダメージを受けてるんだ。ああ、この食べ物そんなに減んないんだな。あ、減ってる。よし、ヒーリング。まあまあまあ、で、相当よし。今もうこんなに回復キットがあるから結構潤ってる。ショットガンもあるしね。Ну я же говорю, она совсем с ума сошла. Тише, Анна, пожалуйста. これは前にも聞いた。Видишь ли, Танюша, мы все думали, что... さあ行ってみよう。さあ、モスクワ愛、午後2日目。早速ちょっと汚染強めか。マップ。はてな。あ、結構広いな。目指すべき場所はここ。これなんだろうな。はてなか。通り道だし、ちょっと見てみよう。で、そうそう。コパチを探索した時にもう、お分かりかと思うんだけど、敵は、スニークキル、に関しては、敵はスニークキルにめちゃくちゃ無力なんで、後ろから静かに近づけば全くこちらに警戒しないし、敵が2人で並んで突っ立っていようともバレることがないんで、つまり現状敵の AI はとってもアホです。なのでガンガンスニークキルを狙っていこう。これって、そうだよ。お、あれ、あ、チェルノブライトに捕らえられていたの？こんにちは。Только не оставляй меня тут болтаться. А да. Теперь давай, поосторожней. Еще бы. Я тебя запомню.Если когда-нибудь тебе понадобится помощь, можешь на меня рассчитывать. А, 何、ヘルパーになってくれんの？ひょっとして助けた俺として。
まあ今はとりあえず休んでね。あ、この人はもうわかんな。こんなところにも生えるんだ、この鉱物。不気味だけど。あ、待てよ、兵士が普通にいるならこの人助けてあげろよ。あ、いたあれだ。早くその NAR の兵士さんの武器をイゴールが使えるようになるために必要なアイテムも手に入れたいんだけど、なんだっけな、バイオなんとかっていうアイテムだったと思うんだけど、それどんなものか今のところわからないんで、そのうち場所がわかれば手に入れたいな。まあ兵士は無視してこっちまっすぐ行くか。タラカンってまだ信用に値する人物なのかな。トラップに引っかかっ、まあトラップに引っかかったのは完全にイゴールの過失なんで、それをバカにしたかのような口調でタラカンに罵られたんだけどね、の動画外で。そこに兵士がいる。おっと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 、結構こっち向いてた。一人二人。と待てよ、この配置はすごくスニークキルがしにくいぞ。しにくいぞ。どうしよう、後ろ下がるか。まあこの兵士たちをスニークキルしたところで大したもん手に入んないから、無視できるなら無視していいんだけど、無視しよっか。これはメカニカルパーツ。うん、道路は通れないな。横を通ろう。これはやばい水だよな。こっち行ける？あ、迂回路か、こっちが。所詮は大丈夫。この建物は？あ、なんかある。おっと、そこにあるのは。こういうところにこれを立てて、はい、お料理ができるようになる。結構汚染警告の看板があるけど、あ、キノコもある。この世界のキノコ、どうやらクラフトアイテムとしてかなり優秀なものだから、たくさん集めとこう。あー、まあ今はいいか。一度こういうツールを作っておけば、次回ここに来た時に消えずにまた使えるんで、たくさん立てておこう。なんか、なんもない。あー、水たまりだな。
あれ？ゲート、あ、めっちゃ浅い、いけるな。今一瞬警告マークが出たけど、とっ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 と、いるな兵士。ここに入りたい。あ、抜け道ないか、こっち。とっ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 と、セーフ。なんか抜け道があるように見えたんだけど、通れそうにないな。さあどうしよう。あ、もうでも入り口近いな。兵士いない？よし。ここで合ってんのかな？オッケー。これは？ん？ミュージックボックス？Боже мой, это же музыкальная шкатулка, которую я подарил Тане на день рождения. Как это возможно? Тут еще что-то. А, Татьяна の誕生日に送ったもの？え、不気味。なにこれ？こんなの送ったんだ。お、お？え、あ、ちょっと、なんだこれ。